はい。今日はですね、細胞とか遺伝子についてちょっとパグなりにまとめていこうと思います。アキトくんとかね、シュナさんもやってると思うんですけれども、細胞とか遺伝子の、レベル上げとか、そういうことをしたら一体何がどう変わっていくのかというところで、細胞と遺伝子をまとめて説明をしたいと思います。はい。まず今出てるのはですね、この3つの建物ですよね。これがですね、細胞用の洞窟。これがですね、地下洞窟ですよね。こっちがですね、水晶高校で、これが遺伝子用の、イベントというかミニゲーム、洞窟ですね。で、こっちが細胞用で、こっちが、遺伝子用なんですけれども、遺伝子も細胞も、どちらもですね、こっちの変異菌の群れというところでレベルアップなりをしていくというスタイルになっています。こっちのね、2つの洞窟はですね、こっちが細胞、こっちが遺伝子を育てるための、アイテムなんかを、取るための、建物だということですね。で、今回はですね、この細胞の中の、この洞窟挑戦とか、これはもう省きます。これはね、もうね、細胞を育てて、とっかわりなんかを育てて、挑戦していけば先の方まで進めるようになるというだけの、言ったらロールプレイングゲームでさ、戦うを連打するみたいな、それだけのことなので、そんな動画にするほどのことでもないかなと思うので省きます。で、こっちの方はですね、水晶高校、これはちょっとね、説明しなきゃいけないこともあったので、もうすでに今動画を出しているので、そちらをご覧ください。概要欄にね、リンクを貼っておきます。はい。まず細胞やね、遺伝子について大きく誤解をされている方がたまにいるんですが、細胞を育てても例えばこの洞窟内でしか使えないじゃないかとか、遺伝子を育ててもこっちでしか使えないんじゃないかとか思ってる方がいるんですけれども、そんなことはないです。皆さんがいつも使われている隊列が、そのまま強くなるというふうに考えていただいて、その効果も結構、後で説明しますけれども、かなり大きいですね。なので、そこをまず間違わないようにしてください。ちょっとね、証拠をお見せしましょうかね。例えば、この細胞で言うとですね、このレベル5の星細胞がある、4星腹部細胞があるんですけれども、この細胞を実際につけたり外したりして、隊列の攻撃力が本当に変わるのかどうかというところを見ていこうと思います。この細胞を例にとってですね、これだとですね、キャリアあり攻撃力が 13% プラスの、バフがつくはずなんですよね。で、ここに作動キャンセルってあるので、これを、つけたり外したりすることができると。で、今、自分のキャリアあり、攻撃力のバフをちょっと見てみましょう。この、最初の画面に戻って、このアリ塚戦闘力をクリックしてあげて、で、ここのアイマークですね、アリ塚の横のアイマークをクリックすることができます。で、ここの侵入戦闘のタブに行ってあげてですね、特殊隊列の前列、今どうなってるかっていうと、キャリアありの攻撃力が 90.7% と出てますよね。この 90.7 を覚えておいてくださいね。で、2列目もついでに見ておきましょう。2列目、キャリアありの攻撃力 103.2% のバフがついていますということですね。はい。で、90.7% なんで、13% 引くと 77.7 になるはずですよね。細胞を外すと。で、こっちもですね、13% 引くと 90.2 まで落ちるはずです。それでは実際に外してみましょう。これを作動キャンセルしてあげると、ここで外れますよね。で、この状態で今の数字をもう一度見てみるとどうなっているかということですが、はい、77.7%。やっぱり 13% 落ちましたよね。こっちに関しては 90.2% と落ちましたよね。ということは、細胞を付け外しすることで、いつも使っている隊列のキャリアあり攻撃力のところが、増えたり減ったりしているということが確認できたので、細胞というのは洞窟内だけじゃなくて、他のね、すべての隊列に関して、効果があるということがわかりますよね。はい。じゃあ、付けときましょう。はい。じゃあ、ついでなんでね、遺伝子の方も確認しておきましょうか。遺伝子の方はですね、これでいいかな。これだと、どれだ？キャリアありの防御力ですね、今度。キャリアあり防御力 3% バフが載ってるはずなので、ですね、ちょっとキャリアあり防御力見ましょうか。一番上の体だけでいいですね、今回はもう。1番目の単位のキャリアリ防御、今 94.5 なので、あれを外せば 3% 下がって 91.5 になるはずですよね。外してみましょう。はい、これをですね、作動キャンセルしてあげて、で、もう一度確認をすると。91.5 下がってますよね。やっぱりね、遺伝子も細胞も一緒でですね、まあ普段の隊列に、がっつりちゃんと影響をするということですよね。まあこれはですね、言い方を変えればですね、まあ弱い隊列でも遺伝子とか細胞がしっかりと進化させられていればですね、格上相手にも戦える可能性があるということを示しますね。なので、まあ遺伝子と細胞のレベルアップというのは、結構大事になってくるんではないかというふうに思います。はい。それではですね、続けてですね、細胞や遺伝子のレベルアップなどについて説明をしていきます。細胞も遺伝子もですね、実は、レベルアップとかの方法っていうのは結構似ていてですね、細胞ですよね。このレベルですね、今書いてあるこのレベル3とかレベル5とかいう、この数字をアップしていってあげると。いうのと、その下に、書いてある星の数ですよね。これだったら星4つ、3つですけれども、この星をレベルアップしていってあげるという、この2つの要素がまず大事になってきます。で、もう一つは限界突破ですね。突破っていうのがあるんですけれども、これですよね。ここを押してあげると、まあ、後で説明します、これは。はい。まずはですね、このレベルアップと星についてですが、この細胞図鑑を開けてあげれば、まあ一目瞭然かなというふうに思います。星2細胞がはじめ、ここからスタートなんですけれども、レベル3までしか上げられないんですよね。レベル4に上げようとすると、星が足りないよみたいなメッセージが出ます。なので、レベル4以上にしようと思ったら、星自体をアップしなきゃいけないと。で、星3に上げてあげたら、今度レベル7までアップできますと。星4に上げたら、レベル11までアップできますよということですね。もちろんですね、この星が多い方が強力な細胞になっていくという風な仕様になっている。まあ最大25までですかね、今上がるみたいですよね。で、効果なんですけれども、星2のこの一番上のやつとかだとね、まあ 3% とか、あんまり大きくないかなって思うんですけれども、まあこうやってね、上げていくとどんどんほら、もうこっからここが 10% なのに、この辺がね、ここになるともう 23% になりますよね。で、もう上げまくっていくと、星7になると、じゃあどうなるのかと 100% 超えてくるわけですよね。攻撃力が 100% プラスってことは、まあ倍以上の攻撃力になるということですよね。まあ100に対してですよね。なので、できるだけですね、まあ7、6っていう風に上げていけば上げていくほど、強い細胞ができてくるという風になります。でですね、この細胞はですね、どうやってレベルを上げるのかということなんですが、それをちょっと見ていってみましょう。まあ、この細胞で見てみますかね。この細胞でですね、まあ、強化と星アップっていうのがあるんで、強化のところを押してあげると、まあ、こういうアイテムですよね。こういうアイテム見ますよね。なんかリワードとか、もらうこともあると思うんですけれども、こういうものを、使ってアップをし、経験値が貯まると。ですね、この細胞液を使ってあげると経験値が溜まってレベル、こっちのレベル5って書いてある方ですね。これの経験値が溜まっていくということですよね。で、星アップに関してはですね、ここですよね。星アップ押してもらったらこの細胞核ですよね。小細胞核というものを、ゲットしていけばですね、上がっていくということですね。まあまだ全然足りてないですけれども、今星4なんですけれども、星5にアップするのには800ぐらい必要だと。で、甘露も必要。この蜂蜜ですよね。いうことですね。はい。で、パグはまだ知らないんですけれども、星5から星6にアップするときには、この小細胞核だけじゃなくて、大細胞核というものも必要になってくるということです。その大細胞核の入手方法はですね、まあ基本課金ですね、すごく入手難度が高いというアイテムになっています。大細胞核はですね、ちょっとパグの知ってる限りで言うと、サワガニイベントとかにあった木揺らすやつとかで、二等賞に確かあったかなという気がしますね。あとはですね、このですね、細胞ショップ、蛍光金ショップのこの初回クリアショップの方の先の方にありますね。これですよね。ここまでいけないですけどね、なかなか。これがね、大細胞核の手に入れるのがすごい難しいというところですね。はい、これでですね、レベルアップと星アップについては、大体分かっていただけたかなというふうには思います。ここの細胞のですね、元の細胞に関してはですね、ここに細胞獲得っていうのがあるので、ここを押してもらってもわかるんですけれども、こんな感じで、ギフトパックで買うこともこれですよね、できますし、ここだとね、3星とか4星とか売ってますよね。で、普通にここのアライアンスストアですね、アライアンスストアの方に行ってもらったら、普通ここにありますよね。これを買ってあげたらいいと思います。これ経験値にも使えるので、買ってあげてもいいかなというふうに思います。もしここになかったらね、アライアンスのR4 以上ですかね、の人がここに追加できるので、メールとか、アラチャとかで、お知らせしてあげましょう。細胞ないんですけど、ちょっと追加してくださいって言ったら、追加してくれると思います。はい、それとですね、この画面右上のこのレベル0って書いてあるこのアリさんマークのところですよね。これを押してあげるとですね、これはですね、レベルアップとか、星アップとは関係ないと思うんですけれども、この細胞全面増強という限界突破みたいなのが出てきます。で、これも、この条件ですよね。この条件を満たしてあげると強めることができるみたいなんですけれども、何せこの生命エッセンスというものの入手難易度が高いんですよね。これ、どこで手に入れるかっていうと、ここかな。アライアンス遠征で頑張るというところですね。パグはアライアンス遠征大好きなので、そのうちね、動画も出しますけれども、アライアンス遠征で獲得することができます。それとですね、VIP ショップの方でも買うことができますね。今ちょうどね、週末なんで、VIP ショップが出ていると思いますので、これですね、VIP ショップ。この VIP ショップのところの、これかな ?VIP10 ですね。はい。遠いですね。ここでも一応生命エッセンス買うことができるということが確認できています。またね、進むにつれて他でも手に入れられたりするかもしれません。はい。じゃあ最後にですね、細胞に関しての最後ですけれども、この蛍光菌ショップのところですね。この洞窟のところとかで、アイテムを手に入れて、この蛍光菌ショップのところで、このアイテムが手に入るんですけれども、洞窟で。これを使って、この蛍光菌っていうのですね、蛍光菌が手に入るので、蛍光菌を使って、こういうアイテムが、買うことができるということですね。この細胞液というのがさっきのレベルアップに使う、アイテム。こっちがですね、星アップに使うアイテムですね。あとはですね、この辺の駐屯アリさんの欠片、かけらですね。かけらとかですね。加速アイテムを買うことができますと。で、こっちのタブですよね。この初回クリアショップ忘れてる方いるかもしれないんですけれども、これ必ずチェックしておいてください。はい。こんな感じで、初回クリアをしたらこんな感じで、もらえるようになっていくというのがあります。だから進めば進むほど、この下の方の、アイテムが手に入れられるようになってですね、差し亀のかけらなんかも手に入るので、いいかなというふうには思います。でもね、なかなか進むの難しいんでね。大細胞のこの核もさっき紹介しましたけど、ありますよね。こんな感じで、一回きりなんですけども、こうやって買うことができるということですね。はい。で、これ買っちゃうと、もう下の方にグレーアウトされて、こんな感じで交換済みみたいに出ちゃうので、一回しか買えないのかなというふうには思いますが、初回クリアショップも忘れずにチェックしましょう。はい。細胞に関してはね、これぐらいかなと思いますので、じゃあ続きましてですね、こっちの、遺伝子の方に行ってみましょう。遺伝子なんですけれども、これもね、結構システムは似ていて、これも要素が3つありまして、1つはこのレベル、もう1つは星、もう1つはこの限界突破のところですね。遺伝子突破っていうところがありますけれども、これもですね、同じように。細胞とね、一緒ですよね。条件があって、これをクリアしたら、突破できるという風になっていますね。はい。ね、遺伝子の方が先に突破紹介しちゃいましたけれども、これも同じでですね、星アップ強化みたいな感じでありまして、で、強化するには、遺伝子がいりますと。強化するにはアイテムがいりますということですね。で、アイテムなんですけれども、この水晶鉱坑で、取った水晶を使って、ここで買うことができると。で、遺伝物質というのがありまして、ちょっと今持ってなかったので買っておきましょうかね。はい。買います。で、遺伝子、これは元の遺伝子ですよね。これが、売ってますと。で、DNA、これが星アップのために使うアイテムですね。こんな感じで、買っていきますと。あとは資源とかですよね。こっちに戻っていただいて、はい。そしたらですね、今もう赤いポッチが今買ったのでついてますけれども、こんな感じで強化ってすると、ここにさっき買ったアイテムが出てくるので、これを使ってあげると、レベルアップが、していけるということになります。で、遺伝子に関しても星アップがありまして、今買ったこの遺伝子ですよね。これを使って星アップをすることができますが、結構この資源を使うということで、水を使ったりとかね、もうあり余って仕方がない水が結構ね、なくなったっていう声がね、出たりしてますね。あと泥も結構使うし、まあ蜂蜜も結構使ってくるということで、資源がね、どんどんまた足りなくなってくるということですね。はい。遺伝子はなぜかこの4つのタブがありまして、これね、ちょっとパグさん違いわかんないんですよね。一緒じゃないかなと今思ってるんですけれども、もし違いがあってね、何かご存知の方いらっしゃいましたら、コメント欄から、お知らせください。で、まあ、要はその装備できる遺伝子の量を4つタブにして、まあ、増やしてるだけなのかなと思ってるんですけれども、まあ、ゆくゆく違い出てくるのかなちょっとわかんないので、パグは今のところこれ同じに見えます。同じ機能のものが4つあると。ここの絵が変わるだけですよね。で、装備できるものも一緒なので、まあ、遺伝子1個装備できるだけなので、一緒かなというふうには思っています。で、まあ、遺伝子に関しても、ここに遺伝子図鑑がありますので、まあ、一緒ですよね、細胞と。まあ、2星だったら3までですよと。いや、3星だったら5までですよって感じで、まあ、遺伝子は10星まであるのかな。まあ、こんな感じで、上がっているということですよね。まあ、この先があるのかどうかは知りませんけれども、まあ、ここまで上げるとね、かなり強いですよね。で、まあ、遺伝子の星アップに関してもですね、まあ、今星3までしか、パグやってないのであれなんですけれども、なので、まあ、この小さい方の遺伝子しか出てないんですけれども、星4から星5に上げるときは、この小さい遺伝子じゃなくて、大きい遺伝子も使うということになってきます。で、大きい遺伝子はね、こちらの高校ショップのここで、高等 DNA ですね。この金色の大きい DNA を星4から星5以上では使うということになります。で、遺伝子もまあ細胞もね、上げていくんですけれども、レベル上げていったらですね、ここの棒グラフみたいなのがありますよね。この棒グラフのところで、今遺伝子でどれぐらいのバフがつきますよとか、細胞でどれぐらいのバフがついてますよとか、まあ見ることもできるので、これも便利ですよね。見てあげたらいいかなというふうに思います。まあ、ばい菌と真菌に関してはまだ実装されてないんで、まあでも、同じような感じで出てくるんじゃないかなというふうには思います。で、さあ、元のこの遺伝子の取得なんですけれども、これはですね、まあ先ほど紹介した、この高校ストアのところ、ここでまあ買うっていう形になってくるみたいですね。まあ、高校ストアちょっと、改めて紹介しますけれども、まあこの DNA 系ですよね。それから、これ星アップ用ですよね。で、元の遺伝子装備するやつ。があって、この遺伝物質っていうものが、レベルアップ用の経験値アイテムですね。これがあります。あとは資源系ですよね。はい。で、こっちの方はタブがなくてですね、初回クリアショップみたいなのはありません。これでですね、大体ですね、細胞と、まあ、遺伝子に、関する、まあ、レベルアップとか星アップ、それから限界突破、それに対する、まあ、どういうね、いいことがあるかということはですね、まあ、説明しきって、れたんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。参考になったのであれば嬉しいです。いつも見ていただいてありがとうございます。ついに登録者1000人を達成いたしました。皆様のおかげでございます。これからも応援よろしくお願いします。次の目標は1万人。遠いよ。